はい、じゃあ始めるよ。みんな集合。おーい、準備 OK？ いや、ダメです。なんでやねん。いつでも大丈夫です。いや、ダメです。なんでやねん。リスナーのみんなも準備 OK か。ダメです。だからなんでやねん。一人踊ってます。ステラインで大丈夫です。ジャンクラジオでジャンジャジャン。はーい、1、2、3、4。お前が踊るんかい。今日はレア会ね。ちょっとうるさい。ガーダンごとうるさい。今電車降りたばっかりなんですけど、ちょっとね、ちょっと待ってね。今俺どの辺に行こうとして、あ、そうだ、せーの、おいすぎゆうジャンク、よろしくお願いします。さあ、始まりましたジャンクラジオでジャンジャジャンク第、73回目の配信なんですが、前回の収録の時にラジオを2本撮りしなくちゃいけなかったんですけど、ショートドラマのね、第7話上がったんだけどね、アクションとかあったんだけど、なんかあれのね、すごい時間かかって、撮影が。でもね、時間パツパツで、そう、ラジオをね、2本撮れなかったんだよね。まあ、俺は、忘れてたんだけどね。2本撮らなきゃいけないことで、なんと今日は今日これ皆さん聞いてる、配信されてるのが25日なんですけど、今日25日の今ね12時47分に撮影し、収録します。今ねちょっとその収録現場集まるところに一旦こう電車で俺降りまして、でも電車降りた瞬間に回したから、ジャンジャジャン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 なのね。もしかしたら駅名も入ってるかもね。でね、あれ俺今ね、そうサイゼリアにバゴンって行こうと思ったんだけど、ちょっとその前に、あ、うわぁ、タバコ吸いたいけどさ、喫煙所か、ちょっとこう喋りながらこうやって行くの気まずいな。しょうがないか、しょうがないよね。この配信みたいなラジオ、ちょっとね、まあそんな感じなんですよ今日は。だからちょっと今日時間短くなると思うんですけど、こうやってラジオで撮りながら徐々にこうみんなと合流していこうと思ってます。で今日ね、どっちにしろ25日東京はね雨降っちゃって、で当初ショートドラマ撮る予定だったんだけど、もう多分外雨でもう撮れないから、あんまね濡れ、まあ外ずっといたら濡れるのかな、結構小雨なんだけど、カメラのねレンズにねを守る方法がなくてちょっときついよね、それだとね。だからね、今日はちょっとショートドラマまたこうしとこうかとか、そういう会議をねしていくからね、まあゆっくりではあるんです。でみんなあれか、 Spotify で速攻聞いてる人はまあこの後配信があって、ジャンクラジオ配信、あ、じゃあジャンクラジオじゃねえや、ジャンク配信があって、であれか、 YouTube でいつもラジオを聞いてる人は配信終わりにこれが上がってるって感じなのかな。そうなんで
もう取って出し、まあいつも取って出しなんだけど、ほぼ編集はしてないんだけど、これ本当に取って出し、これ取ってもうすぐ編集して、でもうすぐアップロードしてってやらないといけない感じだから、まあショートドラマの撮影なくて逆にそこは良かったよねその余裕ができたからね。まあ人もこうやって街の音もこうやって聞こえてる感じだと思うんですけど、まあラジオのロケって結構珍しいと思うけど、あんま聞いたことないのかな。まあまああるはあるんだよね。うん、まあ今日でも別にどっか行くとかじゃないから、もうこれね、どうしましょうって感じなんだよね。ちょっと待ってね。あ、とりあえずもうこれそうか、5分ぐらい経ったから一旦ここでオープニングあれしよう。まあ本編も引き続きこんな感じなんですけども、よろしくお願いします。勝見優、うん、なんで、なんで誰ですか。え、ペリオ内田翔太、おわおわ来た。え、お前マジで。松井翔吾、もう大人になってからちょっと好きなのにしちゃおうかな。ああいいよ、急ぎん着なんでじゃあ小花典弘、そう、それやったらもう普通にもう分かりやすく小指を折ればいいの。あー、分かりやすくな。なんか俺だったら、うん、多分ダンスの話したら、うん、多分そういうこと話せる。そうだよね。藤作めぐり、面白い演出する人がいるな。あ、俺がね。めっちゃ上からみたいな言い方だった。こいつ面白いな。清一馬。紹介して、はい、どうも皆さんお待たせしました、清一馬です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ジャンクラジオでジャンジャジャン。デイということで、ちょっとね、今からねメンバーのラインを確認していこうか。電車がね遅延してって遅れるカズマと、腹痛なって戦ってるウッチが遅れてくるからあいつ結構たまにあんだよな、集合するときにごめんって、電車乗ってるうちに腹痛くなって、ちょっと途中下車してトイレ行ってくるわっていうのが あんだよねあいつ結構そうなんですよ。あ、メグだけがちゃんと来てると思うから、ちょっと待ってね、どこで集合しよう。とりあえずサイゼの前行きたいね。サイゼがどこにあるのかさっき調べたから、あそこだ、やっぱそうだよね。あ、ごめん、こっちだけの話になっちゃってるんだけど、ちょっと今 LINE 打ちますね。サイゼリア前で待機しますと。あ、だから今回のラジオはもうあれね、コーナーとかもできませんので、ちょっとそこだけご了承ください。結構こういうのあるかもな。そう、撮影をしてみたいな。今日も多分時間がなくてね。っていうのも今日なんで外で撮って今サイゼリア行こうかってしてると、昼間部屋取れなくて夜からになっちゃったんだよね。もう結構いっぱいで、だから多分どう考えてもラジオは1本しか撮れなくて今日も、だからまたこういう外歩きながらみたいなのが近々あると思う。うん、それご了承ください。まあちょっと臨場感としよう、これは。ちょっと待ってよ傘これがどう聞こえるのかっていうねところなんだけどね。まあ俺一人でこうやって、まあそうか、俺一人でラジオみたいなのもないしね。で大変だよねこれね。別にほら配信とかはやってたことあるけど、
配信とかはさ、一人でね、一人で配信とかやってる時あったけど、まああれはさ、もうさ、リスナーさんいてさ、コメントがあるじゃない。やっぱラジオってこうやって普通に喋ってるだけだからさ、難しいよね。すごいよね。だから一人でラジオやってる、大体皆さんのラジオのイメージは一人か。結構俺はさ、深夜ラジオを聞くからさ、あの芸人さんがさ、コンビでやってることが多くって、うん、そうそう、そんな感じだから、そう、一人でラジオやってる人すげえなと思うんだけど、まあ結構俳優さんもいるんだよね、一人でやってるのはね。でもやっぱ周りにスタッフさんとか作家さんがいるからさ、そう、喋る相手は一応いるけどね、僕たちはそういうのいないじゃない。だから一人でこうやってやることになるんだけど、ちょっとね、サイゼリアが入ってると言われてる建物来たんだけど、どこなんでしょうか。ちょっと待ってくださいね。1階にあるわけじゃないの。あ、サイゼ9階だ。だりーな。まあ行くか。サイゼ行きたいんだよね。9階まで上がりましょうかね。うん、9階のその建物ね、まああのあれだよね、何、レストラン街のところにある感じかな。こう今ね、さっきも言ったけど12時、もう1時前なんだけど、1時前だとめっちゃ混んでそうだよね、サイゼね。入れんのかな。入れたらラッキーだけど、ちょっとね、エレベーターは気まずいんで、エスカレーターで行きたいんだけど、エスカレーターない、この建物。そんな、エレベーターでしか行けない、まさか。あ、ちょっと待って、有線かかってんな、これまずいな。それで、あ、うわ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 この音楽ダメだよね。まあしょうがねえか、これエレベーターで行くしかないか。9階前で階段とか地獄だもんな。はい、ピンピンになった。はい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 、ちょっと音楽を避けて階段で行きますけど、これでも拾ってそうだな。よし、ちょっと待てよ、今エレベーター乗りますから。この臨場感ね、わあ気まずい、これ喋れないな。はいはい、エレベーター降りまして、あ、サイゼ前に着きましたね。ちょっとここでメンバーを待とうかなと思いますけども、うわ入れるかな、ちょっと待たなきゃいけないかもしれないけど、まあ時間はいっぱいあるからね、待とうかな、待とうかなって思います。よし、ちょっとじゃあみんな来るまで待ちましょうか。うん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 、みんな来るかな、わかるかな、てかよいしょなんかね、スシローとかもあるね。いやー、スシロー、寿司食いたいね。あ、 LINE が来た、ちょっと待ってね。あ、回し来ましたって、向かいますとメグが、9階ですと送りますよ。うんうん、ほらサイズがいっぱいになって、今聞こえた？山田様言うてるけど、
そうなんですよね。よいしょ、まあ、今日のスケ僕のスケジュールはね、ちょっとね午前中から、まあ、いつもねジャンク の、 あの収録とかは1時から集まってね、でまあだいたい夜までやってるんだけど、まあ、今日も1時からの予定で1時に集まるっていう感じなんだけど、そう今日、俺はねその前にね7時ぐらいからねちょっとねまあ仕事があって、で12時ぐらいに終わって、でそのまま来るって感じだったので、まあねもう家出る時に雨降ってて、雨降ったらもうショートドラマの撮影中止って言ってたんだけど、なんだろう、天気予報見たら10時ぐらいにはまた止んで曇るみたいな予報でもあったんだよ。だからそれでもし撮れたらあれだなと思ったから、一応ね衣装とかもね今日結構今回あるやつだったから全部持ってきたんだけど、まあダメだね、だから荷物いっぱいあるだけで腹立つね。あ、ウェイス、あ、メグ来たよ。来ましたよ。メグ来たよ。え、あ、ラジオさ、この前2本撮らなきゃいけなかったのに、はい、撮れなかったから今日のラジオ分がないのよ。あ、なるほど。そうだから着ながらもう撮っちゃおうって話してて、そうこの後もうそのまま編集して 撮ってで出しちゃうんだけど。わかりました。そうそうなんだよね。お待たせしました。いいえ、先入る？ん、先入った方がいいんじゃないの？ね、てか入れるかわかんないし、予約とりあえず取って、まあ時間はいっぱいあるからさ。どうですかどうですか。入れますか。名前格式？名前格式です。4人って書いてる。勝美書きました。ああ、なんで勝美なの。俺の名前で。あ、はでも 入れそうだね。有線のね音が入らないようにしたいんだよね。あー、いけますかね。わかんない、結構入ってるかもしれん。もういい、無理やり出す。もう無理やり出すよ。なるべく大きい声で喋ります。そう、全部かっけしていく。だから俺、そう、俺もずっとマイクに近づけてこうやってボソボソ話して、うんうん、めっちゃ気まずかったので。そうですよね、さっき喫煙所行ってさ、喫煙所でタバコ吸いながら俺ずっとさこうやって喋ってて、はい、めっちゃ気まずいんだけどと。ゆうさん見つけて、ゆうさんっぽいけどなんかずっと、はい、4名様2時間で一緒の会計でお願いします。はい。2時間で追い出されちゃうかな。はい。お願いします。はい。よいしょ。あ、すいません。さあさあさあ、中入っていくよ。ざわざわしてるね。奥めっちゃ広かった。カードだ。はーい。はーい、ありがとうございます。よーし。あ、隣が小学生だ。ねえ、助かる。助かるね。めっちゃ助かるし、2時間で追い出されないこと祈ろう。この2時間で人が減ることを祈って。そうだね、昼時だもんね。入れてよかった。めっちゃすぐ呼ばれましたね。ね。あ、優先も大丈夫そうだ。優先すら聞こえない込み具合です。本当だね。大丈夫そうです。確かに、うん、撮ってなかった。そうなのよ。結構でもギリギリで、多分今日も2本撮んないときついと思うんだよ。ただ多分撮れないから、またこの着ながらのやつを撮ることになると思う。わかります。まあまあ、こういうのもね、たまにはね。そう、どんどん増えていくんで、ここから。まあでもね、忙しくなるとそうなっちゃうよね。ショートドラマが結構あれだからね、詰まってるから。撮んなきゃやばい。そう、
そう。まあね、大丈夫だと思うけど。練習は。ウッチーたち何時に来るかな。カズマが間に合わないかもしれないな、ラジオ中には。確かに。え、今何分撮ってる？今もう20分撮ってる。カズマ来ないかもしれない。ね。ウッチー来たらとりあえずやめようと思ってんだけど、ウッチーは多分もう着くと思うんだよな。カズマはほぼ間に合わない、確実に。そうだね、30分ぐらい遅れてたもんね。あいつさ、序盤のさ、あいつ遠いじゃん、家が。はい。だから序盤の線でさ、遅延すると致命傷なんだよ。全部乗り換えが全部積んでくんだよ。どんどんまあいいけど、今日はしょうがない。あれじゃね、撮れない、ね、濡れる濡れないじゃなくてね、そうカメラ守れないんだよね、多分レンズを。あー、そっか。そうですね。別に手これで iPhone で撮ってるから濡れても問題ないんだけど、レンズ守れなくってびしゃびしゃになっちゃう。多分変、そう、変な映り方しちゃうから、あー、それがめんどくさいと思う。雨の撮影ってどうしてるんでしょうね。あのさ、カメラの上にさ、映んない程度に屋根ついてる。黒いこういう、あれか、そう、ついてる、てれてる。そうそう、屋根ついてたりする。iPhone ないかな、そういうやつ。そう、だからまあ、撮る人が傘差してればいいけど、俺ら絶対4人のところがいるじゃん。そうなると無理だなと思って。絶対 iPhone がびちょびちょになる事案が発生する。そう。まあでも無理して撮らなくても。1本あるから。そうなんですよ、1本あるからを言わなきゃいけないの。そうだそう。でもね、まジャンクの SNS を多少見てる人はなんとなくと何か撮ってたのは多分わかると思ってるの。10月ぐらいにふわっとこうそういう撮影の時の写真はちらほら上げてて、はい、まあ、ちょっとお楽しみにって言ってたやつがやっと上がったから、それがね今週の金曜日に上がるんですよ。でそれがあるからちょっと助かってる。俺らの撮影はこれ休んでも大丈夫になった。救世主がここに来た。そうそうそう、危ねーって思って。めっちゃあれですよね、もう編集とか時間かかってますよね。めちゃくちゃ時間かかってる。そうですよね。そう、うん、でカメラもなんかレンズがめちゃくちゃいいのを用意してもらってて、実際、はい、トップガンのさ、この前新作マーベルだっけ、なんだっけ、トップガンなんとかみたいな、はい、なんとなく新作やってたじゃん、トム・クルーズの。あれと撮ってるレンズと同じやつで使った。やばい。そう、トム撮ったレンズでジャンプ。そうだからもう撮影現場でずっと、ウッチーとかが、え、俺撮るトムっつって、今トムになってるって、いいよってトムだよとか言いながら、うちだトムでお送りしたんです。そうそう、ちょっとまあスタッフも入れてのやつだったから、あれがねもうね、ちょっとガチ版のショートドラマみたいな感じになると思うけど、まあ、ああいうのがまあちょくちょくできたらいいなとは思ってんだよね。あれは本当早く見てほしいです。びっくりしました、まあ、とんでもないクオリティだもんね。びっくりしました。ショートドラマにしては異常なクオリティだよね。何これ聞いた。で、あとさ、俺らもさ、駆け出しでやり始めてるからさ、よりさ凄さわかるよね。本当に、うわってすごってなったよね。やっぱ自分たちでやるんだったら限界あるし、なんかやっぱ本職でやってる人たちだからさ、そうです、見せ方とかやっぱりいろいろ全然違うな。そうカメラとか音響とかやってくれた人はもう本当にそのドラマのスタッフとかで撮ってるような人の、はい、映画とかもう今も現役で、そう全然やってる人とかで、なんかなんだっけ飛べ埼玉だっけ、なんだっけあれ、なんだっけ、ダクトの飛んで埼玉惜しい。全然俺知らなかったけど、まあ、そういうのとかなんか撮ってた人らしいの。うん、あんまり俺も詳しくないんだけど。来た来た、うちじさんが来ました。そうで、編集の人はもう思いっきり編集で独立して会社立ててる人だから、はい、そう、編集もうまい。うち来た、おはようございます。あ、おはようございます。でもカズマ間に合わないから、もううち来たらとりあえず止めるって言ってた。あ、俺が来たら止めるの。うん、まあもう。あ、結構喋ってるね。そう、コーナーもないし。あ、まあ、別に30分以内で収めていいかなと思ってる。じゃあもうせっかくならドリア100個ぐらい頼んで。食ってみた。せっかくだったらなんでまた映像がちょっとあのスタイルハマってきたからな。あれいいよね、でも。あれいいよね。またなんかね、店動画が一緒のやつはやろうね。ね、あれいいよね。いや結構回ってるよね、しかもね、なんか結構 YouTube の方で回ってるよ。100弱とか言ってるんじゃないかったっけ。アプリの方が回ってない、全然。
全然でも YouTube 飛んでるぞ。 YouTube の方が楽やからな。そうそうそう、間口が広いから、ね、まあということで、はい、一旦ここで。やっぱり眠くなってきたな。そうっすね。うっさーん。なんだ嘘か。またまたうっさーん。それもまたうっさーん。もう何が嘘だ。ジャンクラジオでジャンジャジャン。うっさーん。それもまたうっさーん。めんど。はい。はい。これどんな感じでこの店内のゆるふわサイゼリア BGM 流れてんやろな。いや、BGM は多分入ってないと思う。あ、そうだ。ただ多分来るときちょっと編集で聞いとくけど、そう、店内、あの向こうのなんかデパートとかの方の有線が怖かった。まあ、サイゼリアの有線って多分著作とかないんやろうけど。あ、そうですよね。うん、俺サイゼリアの有線聞きすぎてゲー吐きそうなんじゃないけど。これは多分、まあ、でも入ってないと思うけど。あ、そう、うん、まあまあでも俺らも今聞こえてないから。聞こえてないから全然わかんないですね。怪しいところはちょっと編集しなきゃきつそうだけどね。そうね。著作、まあその音楽関係めんどくさいんですけど。まあ取って強出しですもんねこれね。そう。もうね、金曜日の動画の宣伝も今してたし。ああそうなんや。そうそうそう。もう取って出しなのも言ったから。ああいいっすね。自転車操業。はい。あ、この番組ではお便りを募集しております。概要欄からお便りフォームというものをご用意しております。そしてタップしていただきますと必要事項がずらっと書けるようになっておりまして、もう記入して送信ボタンを押すだけでもございます。ぜひともよろしくお願いいたします。あとですね、SNS 等にハッシュタグジャンクラジオをつけてつぶやいていただきますと、喜び光羽狂いまくりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。短め。スペルはですね、JUNK、大文字にカタカナラジオでジャンクラジオです。ということで、もうじゃあもう、閉めるよ。あ、写真をウッチーが今、あ、動画にしてくれた、うん、あのこんな感じになってますよっていう。そう、もう本当に俺なんか今日ね、髪の毛がね、帽子かぶっちゃったからね。あー、ベタンブやんけ、ラジオスター長いこの置きながらな、うん、こんな感じになってます、うん、まあ今日はもうゆっくり話し合って夜にゲット収録撮影なんで、配信もあるんで、この配信アプリで聞いてる人は19時に上がるんで、うんうん、速攻聞いてたらこの後配信。ああそうか、19時か、はい、で YouTube でいつも聞いてる人はあの配信見てからあのこれが上がってると。あ、なるほどいうことになりますんで。なるほど、はい。まあ、面白いね、こんなことも言えるのもね。これが21時に上がります。はい、あ、これね、あー一緒にこれも一緒に、うん、あ、編集してくれるのかな。あげようかな。あー、オッケーオッケーオッケー。はい、よろしくどうぞ。ということで今日はこれで撮ります。あ、待って、閉店えゆる